でもシリカがやった時はうまくいったんだよね。他の人と何が違ったのかな。実はあの占い師はイチャイチャじゃなくて、どれだけドキドキしているかで相性を測っているんじゃないの？失敗か。じゃあ次はシノン。あらかじめ断っておくけど、イチャイチャとかそういうのはいらないから。繋ぐのは問題ないわよ。うん。将来のことを占ってほしいんだけど。さまざまなことが心の持ちようで変わっていくようです。しかし逆に、気持ち次第で悪い方に転がる可能性もあるということで。そんなあなた方には、これを差し上げましょう。光り差す未来を迎えられますように。でもそれ、こないだ NPC 武器屋の棚で見かけたわね。みんなと同じでさほどでもない感じ。じゃあ最後は私ね。イチャイチャだよね。
任せてキリト。お持ちです。暗雲が漂う未来が見えます。善と多難なようですね。そんなあなた方にはこれを差し上げましょう。明るい未来を切り開けますように。これは。アスナと同じ？だったら結婚できるくらいの相性ってこと？まあ、行く。これでレアアイテムが出りゃ、それはそれで笑い話にもなるしな。しかし、こんだけ女子がいて、おめえととはな。イチャイチャする必要はねえんだよな。これはすごいです。向かうところ敵なし。望めばすべて叶うでしょう。そんなあなた方に、これをお受け取りください。これは
驚きだな。だな。ちょっとつまんねえ結果だが、謎は解決したってことだ。キリトさん、クラインさんと。仲がいいとは思ってたけどね。そっかな、キリトとクラインは相性抜群なんじゃない？誤解受けるようなこと言うなって。俺様はそういう趣味はねえからな。冗談でも男同士でこのイベントはやるなって周りに伝えておかねえとな。了解よ。頑張ろうね。よしよし。いらっしゃい。いらっしゃい。いいかな。いらっしゃい。Thank you.
こんにちは。ありがとう。
にちは。ありがとう。